フォリアーノ・レディプーリアは、イタリア共和国フリフリ・ベネツィア・ジュリア州、コリツィア県にある、人口約3100人の基礎自治体。標準イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。コリツィア県のほぼ中央部に所在する、ビシアカリア地方に含まれるコムネで、依存祖川の左岸に位置している。中心集落フォリアーノは、 モンファルコーネの北西約5キロメートル、県とゴリツヤの南西へ約1 3トルにある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。コムーネには北部にホリアーノ、中部にポラッツォ、南部にレディブーリアの3つの集落があり、国道 SS305 がこれらの集落を縦貫している。コムーネの役場はホリアーノにある。ホリアーノは サグラードの本村から連続している。レディプーリアには高速道路 A4 のインターチェンジや鉄道の駅がある。人口推移、居住地区別人口国立統計研究所は居住地区別の人口として以下を掲げている。統計は2001年時点。ISTAT は人口統計上、家屋密度の高いチェントロ浴びたと密度の低いニュークレを浴びたとまとまった。 居住地区を形成していないケーススパースの区分を用いている。上の表で地名がすべて大文字で示されているものがチェントロ・アビタトである。印が付されているのはコムーネの役場、役所ラカーサ・コムーノリーの置かれている地区である。軍事墓地レディプーリアには第一次世界大戦の戦死者を弔う大きな軍事墓地がある。斜面に階段状に配された 空間設計と構造物は建築家、ジョバンニ・ニグレッピと彫刻家、ジャニーのカスティリオーニによるものである。1938年に造営されたこの施設はファシスト期の建築を代表するものの一つである。この墓地には戦争で犠牲になった約10万人の将兵の遺骨が埋葬され、死者たちの記憶を留める場となっている。イタリア軍の司令官の一人で、 1931年に没したアオスタ港、エマヌエーレフィリベルトの墓もここにある。2014年9月13日には、ローマ法王フランシスコが当地の軍事墓地を訪問し、平和を願うミサを行って、戦争犠牲者を追悼した。ありがとうございます。